せっかく帰ってこれたのに、電車が遅延するなんてついてなさすぎる。あれ、おかしいな。さっき LINE した時は、ここで待ってるって言ってたのに。あれ？わっ！驚かせないでくれよ。ただいま。ぎゅー。やっと帰ってこれた。3日ぶり。寂しかったよ。やっぱり出張なんて行くもんじゃないな。まあ、と言っても、俺に決定権なんてないんだけどさ。そう。上司に行けって言われたら、ボールを投げられたワンちゃんみたいに全力で走っていかなきゃいけないからね。君は、この3日間はどうしてたの？まあ仕事だよな。ちゃんとご飯食べてた？ならよかった。というか、わざわざ迎えに来てくれてありがとうな。せっかくだし、どこかでご飯でも食べていこうか。じゃあ行こう。明日は休みだし、だいぶ人も多いな。ああ、みんな、仕事の鬱憤が溜まってるんだろう。かく言う俺も、明日明後日は久々の連休だ。君も休みって言ってたよね。よし、せっかくだし、久々に買い物でも行くか。確か、そろそろ冬服買いたいって言ってなかったっけ？そうだよね。じゃあそうしよう。俺が、君に合うコートを選んであげる。明日、夜に同窓会がある。そういえば、そんなことを言ってたっけ？高校の同窓会？まあ、楽しんできなよ。って言っても、君の地元はこの辺だろ？移動がないなら、気も楽に参加できるんじゃないか？ああ。こういうのって地方から帰ってきたりとか、そういうのザラだからな。でも、そうだな。あまりはしゃぎすぎないように。なんだったら、俺が迎えに行くから。はい。はい。先日はお世話になりました。いえいえ、またお願いします。はい。いや、そんな。はい。では。はい。失礼します。急に取引先から電話来るから。めっちゃびっくりしたよ。ああ、心臓止まるかと思った。お腹いっぱいで、完全にオフモードだったからさ。
油断してたよ。君もさっきからやたらと携帯鳴ってるみたいだけど、どうした？おお、グループラインか。同窓会の前は恒例だよな。それまでは全く動いてなかったのにってやつ。俺にも見せて。え？いいじゃん。よいしょ。ほんと。この人は誰？ふーん。ああ、そうなんだ。3年間一緒の友達。この人は？部活が一緒。へえ、君吹奏楽部だっけ？男なのに珍しいな。じゃあこの人、特に接点なかった？じゃあこの人は？なんで男ばっか聞くのって。たまたまだよ。ほら、グループで発言してるのが男しかいなかったからさ。たまたま。はいはい。もう携帯はいいから、一緒に寝よう。おーい、待てよ。あ、そんなに急がなくたっていいだろ。今日の夜は同窓会があるからって、わざわざ少し早い時間に出たんだ。ゆっくり見て回れるよ。あ？はしゃいでんの？あは。確かに。こうやって一緒に出かけるのは久しぶりかもな。でもだからって、そんな子供みたいに。前見て歩かないとぶつかる。あ、ほら、言わんこっちゃない。すいません。あたたたた。あれ？もしかして。は、やっぱそうだよな。お前、久しぶり。元気してた？誰？そうそう、今日同窓会だろ？俺、今関西の方に住んでて、今日のために前乗りしとんだよ。お前は？てか、めちゃめちゃ綺麗になったな。は？なんだよ、あいつ。ああ、すいません。何お前あれ、彼氏？なんだよ、お前も幸せにやってるんだ。よかったよ。じゃ、また今日の同窓会でいろいろ聞かせろよ。じゃあまた。なあ、今のただの友達じゃないよな。誰？へえ、そうかそうか、元彼か。ま、雰囲気で分かったよ。ん？何？そろそろ集合の時間。まだいいだろ。話終わってないし。てか、行かせたくない。なんで君を膝の上に乗せてるのか？そりゃ、
こうやって後ろから抱きしめてたら、君が身動き取れなくなるからだよ。嫌な予感はしてたんだ。一月前くらいから。君がたびたび同窓会の話題を出したり、頻繁に LINE をチェックしたり、何かあるんじゃないかって。そしたら、そういうこと？それは誤解。違う？何が違う？だって、彼氏と一緒にいるのに、目の前で、あんなに楽しそうに話してたじゃないか。幸せそうでよかった。ふざけるな。俺と君の幸せを、あいつには眺める権利すらないんだ。俺と君だけでいい。この世界は、俺と君だけでいい。君もそう思うよね。思うよな。じゃあさ、同窓会なんて行かないで、俺と過ごそうよ。ここから動くな。抵抗しないで。間違ってないよ。それでいいんだ。これでいいんだよ。君は俺と永遠に一緒にいるんだから。